カプチプラストとは、対象製薬が販売していた、外用薬の商品名である。1974年10月発売。以前から、メンフラという小塩鎮痛プラスターを発売していた、対象製薬が発売したカプチプラストは、唐辛子に含まれる、温熱発汗作用があるカプサイシンを配合した、公薬を患部に貼ることで、肩こりや腰痛などを治療する。 音感昇園鎮痛プラスターである。新発売に伴いオンエアされた前川清が実母との共演によるテレビ CM でのほっかほかだよっかさんというセリフ、ほっかほかの張り心地というキャッチフレーズが流行語になるくらいの大ヒットとなった。そればかりでなく特本の特本ホットなどといったアリュー製品も生まれた。特に冬の寒い時期によく売れたという。 発売とともに TBS 系列の水曜夜8時枠及び土曜夜9時枠、ネットテレビ系列の土曜夜7時30分枠だったコロの仮面ライダーシリーズの仮面ライダーアマゾンなどのスポンサーとして CM が流れ、その知名度はさらに高まっていた。特本は2012年7月に対象制約の完全子会社となり、2013年10月からは、 OTC 医薬品の販売移管に伴って、特本ブランドの鎮痛症炎薬を対象製薬が扱うようになった。ありがとうございます。